4日、区政スポーツセンターを会場にした将棋大会には、小学生から80代までの将棋愛好者およそ40人が参加しました。マニュア生き生きテレビでは、岡山県北の将棋愛好者に将棋を通して交流を深めてもらおうと、平成14年から大会を開いてきました。今回で15回目を迎えていて、延べおよそ600人に大会や関連イベントに参加していただき、将棋に親しんでもらいました。今回は新番町に日本将棋連盟のプロ棋士福崎文吾九段を招き、有段者の部と一般の部は1人4局、小中学生の部は5局の対局を行いました。相手してくれなんだらの。どうでしたか。勝った。いや強いですよ。本当に強い。まあ最後の大会なんですけれども。ブームになったのにね、将棋の藤井聡太とかね、残念ですね。今回の大会には上海許建棟将棋クラブから一般の部に2人、小中学生の部には3人を招待して開き、将棋を通しての国際交流も図ることができました。岡山県北地域で将棋愛好者が一堂に会し、交流を深める機会があまりなかった平成14年に比べ、真庭市や近隣地域で愛好者が参加できる大会が増えたことや、子どもから大人までの愛好者が増えていることから、 MIT としては将棋文化の振興に一定の役目を終えたとして、今回が最後の大会となりました。記念すべき最後の大会、有段者の部決勝戦は、真庭市の横山英二さん、津山市の小林正則さん、 MIT 将棋大会常連の2人の対局となりました。序盤から終盤にかけて小林さんが有利に盤面を進めますが、最終局面で横山さんの劇的な逆転勝利で最後の大会に初優勝を飾りました。おめでとうございます。なんか顔が硬いです。横山さん顔硬いです。はい、OK です。